著者。山本周五郎。武道絵手本朗読七味春五郎。触覚。その一。突骨として馬蹄の地響きを打つのが背後に迫るの、孫次郎は聞いた。そう思った、ほとんど同じ刹那である。 風のようなものがさっと頭上をかすめたかと見ると、完全七尺の僧上へ凄まじい勢いで、だっと馬が飛び降りた。後ろから孫次郎を飛び越えたのである。無論こちらは草の上に座っていたし、跳躍する馬の蹄めにかかるほど不担錬ではないが、武士の頭上を馬で乗り越えるというのは無法である。 無礼なことを。孫次郎が、とっさに立とうとすると、向こうは流行る馬の手綱を絞って振り返り。誰だ,らだ危ないではないかと、大きく叫びながら、馬車を返してきた。孫次郎と、同年ぐらいであろう。二十七八になる、たくましい青年で、日に焼けた顔に、太い眉が、ひどく目立っている。 孫次郎が、片膝を立てたまま黙っているそばへ、馬を寄せてきたが、降りようともせず。そんなところで何をしている早く気づいたからいいようなものの、もし、ひずめにかかったら、無事にはすまんぞ。そうらしいな。何そうらしいと申したのだ。相手は、カッと目を向いた。恐ろしく大きな目である。 孫次郎はその目を、下から静かに見上げながら言った。往来中にでも、座っていたんなら格別。見渡す限り草原の丘で、馬を責める場所がないわけでもあるまい。こうは拙者に、詫びを言わせるおつもりかかいつ、喧嘩を売る気だな。馬を降りろ。聞こう。作法を知らんぞ。うぬっ。 という時を見せて、相手が馬を降りようとしたとき、生き様と叫びながら、向こうから馬を飛ばしてくるものがあった。思わず振り返る二人の前へ、見事な手綱さばきで瞬足を乗り付けてきたのは武家の娘であった。少し小さすぎる口元に、言い知れぬ魅力を持った顔立ちで、 背に垂れた黒髪が濡れたように艶やかである。岡崎藩の老職、水野正元の娘で七重という。一き様のひどいこと。そう言いかけた娘は孫次郎を見大きく目を見張りながら急いで馬を降りた。ま、篠田様もいらっしゃいましたのその男、ていのが。 生きと呼ばれた相手が言った。ええ。うちにご滞在遊ばしている、篠田、孫次郎様ですわ。生き様は、まだ、お会いなさいませんでしたかしら。そうか。これが噂に聞いた、触覚殿か。あの、篠田様。ぶしつけな男の言葉を打ち消すように、娘は慌てて、孫次郎に行った。こちらは、私の演者にあたる、 杉村、行きの助と申しますの。私の馬の指南役でございますわ。そうでしたが、拙者は少しも。七へ参るぞ。行きの助は、マグジロウの言葉を叩き潰すようにとなって、さっと馬首を立て直した。シックし去る彼と、マグジロウ等を見比べた娘は、今、ここで何事かあったのだということが、 ようやくわかりかけた。篠田様何か今、間違いでもございましたのいや、別に何も。あの人が、何かいたしまして。わがままなたちですから。もし、何か、ぶしつけなことをいたしましたのなら、私から、お詫び申し上げますわ。そんなことはありません。ただ、七恵、早く来ないか 向こうで、息の助のわめく声がした。呼んでいるようですから、早くおいでなさい。拙者も、もう帰ります。何ですか私、気がかりで。七重は、迷わしげだったが。では、また後に、お目にかかります。ごめん遊ばせ。そう言って、心残りらしく、馬に乗った。 孫次郎は娘を見送ってから丘を降りた。久しぶりに怒りを感じ、危うく爆発しそうになったところを抑えられたので、心はひどく重かった。触覚殿、か。孫次郎は苦笑しながらつぶやいた。彼は貝の国、駒氷の合子の子である。駒氷には、 穴山流という独特の創術があり、孫次郎は幼少の頃から学んだが、その道に才能があったと見えて、ぐんぐん腕を上げ、十八歳の頃にはもう金号で彼の相手に立つものがないようになった。その二彼は旧を追って江戸へ出た。 江戸では下石派の森寛江門に学び、さらに中村派の門を叩いた。いずれも法蔵院の流れを組む双方である。それから相模の無変流、尾張家の原田一郎兵、遠く越後に渡って理想流の青の天然にも教えを受けた。その修行の路中に、彼は岡崎藩の老職、水野正元と知旗になったのである。 雨に降り込められた旗子の一室で、二人は十年の地球のように語り合った。話題の中心は武芸と戦術とであった。鉄砲、大砲がこのように発達をしてきては、もはや憲法、創術の類は次元に等しい。証言はそう主張した。これは彼が新しい火器に。 幻惑されたからばかりではなく、徳川中期以降の武士たちが一様に考えていることである。それに対して、孫次郎はこう答えた。いかにも、鉄砲大砲の発達は恐るべきもので、今後の戦術はおのずから変化するであろう。しかし、下記はどこまでも、戦闘の前哨の中期までで、最後の勝利を決するものは、 敵陣へ突っ込んでいって、常陣を占領する闘争隊である。それなくしては、いかなる戦闘も決定的ではない。わかりきった議論ではあるが、新しい兵器に幻惑されきっていた証言は、それを聞いて目が開いたような気がした。孫次郎はさらに、しかし、現在の武術というものは、太平の、 飾り物に課している。反差な抹節的技巧に出して、多くは実践に役立たぬものであるから、これらを根本から改革しなくてはならぬ。自分はまずそういう意味の新しいやりたいを作ってみたい。ということを熱心に語った。証言は、深く孫次郎の説に感服し、その人物にも惚れ込んだので、それならまず、 岡崎藩でそのやりたいを作ってみてもらいたい。折を見て士官のできるように推挙するから。そう言って岡崎へ伴ってきたのである。岡崎へ来てすでに三十四日。殿町の水の家に客となってその時の至るのを待っていんのだった。しかし、もし、 触覚というような意味で噂をされているのなら考えなくてはならんぞ。行きの助の一言が不用意の方言であったとしても、孫次郎にとっては聞き逃すことはできない。もう滞在もかなり長引いていんのだし、もし士官の望みがないなら去るべきだ。そんなことを思いながら、どの町の屋敷の横木戸から入ると、 すでに先へ帰っていた七重が待ちかねていたように小走りに出迎えた。お帰り遊ばせ。ただいま、もう帰っておいででしたか。先ほどは失礼をいたしました。娘は気遣わしそうに孫次郎の目を見上げながら。あれから話を聞きましたの。あの人は白田様の上を。 馬で跳躍したのですってね。本当に、なんとお詫びを申し上げてよろしいやら。あの人の乱暴なことは、ご家中の評判ですけれど、私、本当に、呆れてしまいました。でも、よく正直に話しましたね。気質はさっぱりしていますの。まるで、子供のように開け放しな、悪気のない人なのですけれど。半一番の腕出し者ですし、 家柄もいいものですから、誰も頭を押さえるものがございません。それでつい、わがままが出るのですわ。なるほど。頭を押さえられたことのない人らしいですね。マウジロは苦笑して言った。もう少し、あなたのおいでが遅かったら、お互いに、向き合わせていたところですよ。あの人も、そう申していました。私、それを聞いて。 ぞっといたしましたわ。でも、篠田様、今申し上げたような人ですから、どうぞ、許しておあげくださいましね。そうでないと私、これから先、困りますから。あなたは、お困りになる。ええ、あの人は、近い親類ですし、これから、と、言いかけて、何を思ったか不意に、娘は、 耳の根までぽっと赤く染め、広く慌てて袖を口元へ当てると、何の説明もせず、キビを返して、母屋の方へ去っていった。どうしたのだ孫次郎は半ば呆れたが、しかしすぐに。そうか、そうだったのか。と、微笑しながら頷いた。そして、馬を並べて、 草原をシックしていたあの二人が、いつか目音になるのであろうと思い、そう思うとともに、ふと心の奥の方で、かすかな寂しさが動くのを感じながら、自分の部屋へと入った。そのあくる朝、孫次郎は草原が途上しない日であるのを確かめてから、少し面談したいことがあるからと申し入れた。 証言は心よく今へ招いた。御用反対でしばらくお話をする糸間もなかったが、少しは城下の模様もご覧になったかなご合意に甘えて色々と見物をさせていただきました。ついては、もはやお世話になりましてから34日、あまり長く小厄介になるのも心苦しいと存じますので、ひとまずお糸間を、 いただきたいと考えますが。おお、そのことなら、実は拙者からお話がござる。そう言って、証言は座り直した。秋草の庭。その一。下段のご周囲で、当藩に新しいやりたいを作っていただきたいと存じ、その胸を。 重役の間に終戦しておったのだが、当案には、創術知らん役として、隠の玄右衛門と申す者がおり、すでに大勢の門人を教育しておるので、一応、この者と試合した上、推挙するのが順序である。こういう説が出ているのでござる。しかし、それでは、拙者がその隠岐の殿を押しのけて出るようで、いささか不本意に存じますが、 そう言われるであろうと思ったゆえ、拙者もできるだけ骨を折ってみたのだが、しかし試合の上、貴殿が勝ったとしても、別に沖野に糸まが出るというわけではなし、彼の身分には何の差しわりもないということだから、ここは一つ挙げて承知していただきたいと思うが。それでは、試合は拙者の腕を見るという意味なのですか かざらずに申せば、そうでござる。が、これはどこへ参っても、一応の順序ではあるまいか。証言は、そう言って、ぶと声を落とした。打ち明けて申せば、実は、この証言、何としてでもそも元に、当藩へ、士官をしていただきたいのだ。勝手な老人と、お笑いかもしれぬが、貴殿こそ、娘、 七前の婿と旅先でお会い申した折から考えていたのでござるよ。これはまた、ご冗談を。冗談ではない。すでに娘にもその胸を含めてござる。もし娘がお嫌でなく、また、この老人の心をぶしつけとお思いでなかったなら、どうか、沖野との試合をご承知が願いたい。話は 全く思いがけぬ方へ展開した。孫次郎の胸に昨日の裏庭のことが新しく思い出された。あの時、七重が顔をあからめながら、半ばで切った言葉の後へは自分の名が入るところだったのであろう。生きの助は近い親類だから、二人が不仲では将来自分が困る。 そういう意味を言おうとしたに違いない。こちらの意向も正さず、そのようなことを娘に話すというのは軽々しいが、一方にはまた、ゼガヒでも孫次郎を掴んで話さぬという、証言の終身の様が察せられて嬉しかった。死は、己を知る者のために死す。孫次郎はそう思った。 また、岡崎藩なら自分の思うようなやりたいを作ることができるであろう。水の家は審判の一つだから、守備よく行けば、幕府の軍政改革にまで発展する望みもある。承知いたしました。考えが決まったので、孫次郎は心よく答えた。御息女とのお話はまた別として、沖野殿との試合はお受けいたします。 かた,たじけない。それを聞いて、やっと安どした。かなり心の重になったらしく、証言は本当に安心した様子で笑顔を見せた。それでは、二三日内に取り運ぶといたそう。そう言ってから、五日目であった。国家老、中根田島の屋敷には、凶板の火炎があって、今、 秋草が見ごろである。その秋草を見に、藩主水野伊豆の神たらゆきが田島邸へ望む折、午前で沖野玄爛門と孫次郎との試合を行うということに決まった。当日孫次郎は証言とともに早くから田島邸へ詰めていた。屋敷は城の内堀に沿った大臨時の地続きで、 敷地は千坪ほどあり、自然の丘を月山に、松林と杉の森とがうそうとしている。庭はほとんど人口を加えてないゆかしいもので、縦横に通じている小道の左右は、乱離たる秋草の草林であった。午後三時、少し過ぎに。どうぞ、儲けの場所へ。 田島家の家来が知らせに来たので、孫次郎は証言と共に庭へ降り、月山を越したところにある広場へ出て行った。杉の森を前にして隙屋がある。その縁先に将棋を据えて、伊豆の神忠らと数名の地震とが待ち受けていた。孫次郎が幕を張った試合場の一部へ入ると、それに対し、 向こう側へ、沖の玄爺門が現れた。玄爺門は、四十六七歳と見える目の鋭い男で、双髪を紫紐でくくり、渋色の皮の端巻きをしている。感の強そうな男だな。孫次郎は一目見てそう思った。正玄が午前へ出て、試合の疲労を述べると、やがて二人の前へ、 槍が運ばれた。旧尺への稽古用のもので、先の担保の上さらに白木綿で包んだ藁の玉がつけてある。原文は、横目つけ、室井六郎兵衛。二人は泉の神に向かって拝礼すると、槍を取って静かに歩み寄った。相対して、作法通りの名乗りと絵尺。 君はしずかにくらいどりをしたそう中断であった途端に中断にくらいどりをするその途端に玄右衛門の口から絶叫が飛びその槍が孫衛門の胸を狙って伸びてきたこういうしきばった立ち合いにはない仕掛けである孫次郎はさっと飛びのいたまま 中団の槍を動かさなかった。孫右衛門もすぐたぶり込んで元の位に取り直した。高田派を使うな。なが、大した腕ではない。孫次郎は相手の腕の底を見た。その元右衛門には今の月が勝ち身を決定するものだったらしい。 それが軽くいなされたままなので、明らかに苛立ってきた。よっ<や>。第二世と共に繰り出した槍。孫次郎は、それもわずかに左へ避けただけであった。これで、こっちの腕は分かったろう。そう思った。勝っても負けても、向こうの身分には関わりのない勝負である。孫次郎の腕を見れば、役目は済む。それなら、 これでもう十分なはずだ。そう思ったのだが、玄爛門の方では反対にすっかり殺気立っていた。二本を虚しく交わされた彼は、えい、やうわめきながら三本目を突っ込んできたと思うと、いきなり石突きを返して面を襲った。無法な。担保の上、わらの玉をつけるほどの試合に、 石突きを使うのは無法である。孫次郎は我慢ならぬと思った。刹那にその石突きを跳ね上げざま、相手の腰のつがいへ、えいっと見事に一槍入れた。軽く入れたつもりではあるが、弾みであろう。玄もんはあっと言いながら、がくりと折れるようにそこへ膝をついてしまった。参った。 失礼、つ,れつかまつった。怪我でござる。槍を伏せて、丁寧に会釈する孫次郎を、源右衛門は、憎悪の目で睨みつけていた。泉の神から、さがずきをもなって、正玄と共に、殿町の屋敷へ帰ると、七恵が待ちかねていたように出迎えた。そして、父親の顔色で、 すぐに勝負の様子を見抜いたのであろう。心配のために曇っていた眉がにわかに明るくなり。やっぱり、お勝ち遊ばしましたのね。と、言うなり、輝くように微笑した。見事な勝負だったぞ。証言は気色満面で。お前にも見せたかった。まるで段違いの腕だ。推挙したわしも。 これで面目が立ったというものだ。それは、おめでとうございました。心祝いをしたいから、支度をさせてくれ。それから、生きの助も呼ぶのだ。え生き様を気合わせるにはいいりだ。すけをやれ。七良は気遣わしそうに、ちらっと孫次郎を見た。離れの方へ小坂森の支度をして、 正元と孫次郎が座に着いたとき、向かいにやった杉村行之助が入ってきた。彼は、目礼する孫次郎を無視して、縁先に片膝をつくと。ただいま、お迎えでございましたが、と、広く霧工場に行った。拙者今、しっしのっ引きならぬ休養が出退いたしましたので、お招きを辞退しに参りました。休養と言って、 おかみのご用か。そうではございません。創術師団番、おきの殿が、今日、午前で試合をなさいましたそうで。その相手は、ここにおられる、篠田馬子次郎殿といって、この証言がご推挙申した人だ。そちも今後は、別婚に願わねばならぬゆえ、心祝いの酒、一斉参ろうと思って読んだのだ。こちらは、お祝いでございますか。 池之助は唇を曲げて、大木の殿は切腹なさいましたぞ。何池之助。午前を下がると自宅へ戻って、そのまま見事に腹を切って果てられたそうです。意外な知らせである。なんとして孫次郎はぎょっとしながらも、あの時の玄右門の艦の強そうな騒亡を思い出した。 門人の一人に、無念だ、と一言、遺言をしたそうです。それで今門人たちが道場に集まり、死の無念を晴らそうと騒いでいるということですから、拙者はこれから駆けつけて、ともかくも、沈めて来ようと思います。それは、なんとも、意外な知らせだが。証言は、眉をひそめながら、しかし、どうして元元は、切腹などしたのか 勝敗にかかわらず、彼にはお構いなしということを承知のはずだが、それとこれとは別でしょう。午前で容赦もなく突き伏せられたら、奥の殿でなくとも、切腹ぐらいしなくては、面目が立ちますまい。段違いの者のには、柔らかく当たってやるくらいの床しさが、武士にはありたいものです。明らかに、孫次郎を封する言葉だった。 そして、生きの助は、足早に去っていった。馬鹿なことをしおる。小言は、腹立たしそうにつぶやいた。孫次郎は、目をつむっていた。明るく輝いていた空が、にわかに、見悪な嵐の雲に覆われるような、重苦しいものが、心に広がるのを感じながら。 朝霧の峠。その一。今や事情はまるで変わってきた。孫次郎を翡翻していた多くの人々が、右衛門の自陣という事実に接すると、急にその方へ土壌を寄せるようになった。無前試合に、あれほど激しく勝つことはない。無芸はただ勝てばいいのではないぞ。 あの勝ちは無残すぎる。避難は主にそこに集まった。人々は事実を知らなかった。孫次郎は初はめからそんな勝ち方をする気はなかったのだ。無勝負にしようとして、あれほどはっきり腕の総意を見せてやったのに、玄衛門はそれを無視し、しかも石突きを返すような無法な真似をしてきた。それでやむなく、 ああいう結果にならざるを得なかったのだ。しかし、孫次郎は黙っていた。事情を話せば分かってもらえるかもしれない。しかし、相手が死んでしまった以上、その死の上、さらに呪辱を加えるようなことは言えぬ。仕方がなければ、退国するだけだ。そう思っていた。すると、それから五日目のことだった。 岩の方で、行きの助の構成が聞こえたから、何事かと思って出てみると、こっちへ来ようとする彼を、七重が懸命に押し止めているところだった。話せ。会わなければならんのだ。いけません。父上が、お帰りになってからになすってください。その暇はない。篠田はどこだ大声で呼ばれて、孫次郎は、大股に、 さ先へ進み出た。孫次郎はここにいる。おお、そこか。七枝殿、乙女なさんな。そう言って、庭へ降りる孫次郎の前へ、息之助はつかつかと歩み寄っていった。事情は改めて言うまでもない。話の要点だけを述べるから、そのつもりで聞いてくれ。聞く必要があるのか それは気候の判断に任せる。先日からの行きつは知っている通りだ。亡き沖野玄衛門の門人たちは、どうなだめても死の復讐を断念しない。もし気候が、これ以上当家を騒がしたくないなら、直ちに岡崎を立ち退いてくれ。随分、理屈の通らぬ話ではないか。孫次郎は 静かに答えた。拙者が、沖野殿と勝負をしたのは、重役諸侯お望みの上だ。武術の試合には勝敗があるもの。勝てばこそ、新規お召し抱えともなろうのに、立ちのけというのは、筋が通らんではないか。気候は、玄玄門の自陣を忘れているぞ。それがどうした沖ど殿が腹を切ったのは、 の,殿の勝手だだが、切らねばならぬようにしたのは誰だ源右衛門をあれほど無惨に突き伏せなくとも、気候は仕官することができたろ。気候の仕方は試合の程度を超えているぞ。その点では、と、孫次郎は冷ややかに答えた。むしろもっと厳しく立ち会わなかったことを恥じている。 武道は厳しいものだ。いささかの指針もあってはならぬものだ。気候は先日、もっと手柔らかに当たってやるゆかしさがあれと言ったが、ああいう生ぬるい気持ちが、今日のように武道を支配させたのだ。沖野殿は、槍一筋で何百国取っていたか知らぬが、とても人のしたる資格はない。あれはたわけものだ。 死のだ。言葉が過ぎるぞ。たわけではないか。あごじろ、激しく言った。武道には、頂上はない。奥底のないものだ。誰にしても、生涯が修行なのだ。試合に負けたのは、腕が未熟だからで、もっと修行をし直さねばならぬ証拠だ。それを切腹するなどとは、たわけのこっちょう。 六を賜る主君に対して不注。何の取り合いもない大馬鹿者だ。このくらいの理屈もわからず、愚かな死の復讐をするなどと申す馬鹿者がいたら、孫次郎、いつでも相手になると、そう伝えてくれ。よし。立派な挨拶だ。行きの助は、にやっと笑いながら言った。そうはっきりすれば、 面倒はない。尿町、明けむつ、品野口の、河わ坂へ出向いてくれ。信濃口の、河わ坂だな。心得た。恩人の数は、およそ二十人。ことによると、拙者も、人たち参るかもしれぬ。馬で頭上を乗り越した手か。マブジロは、微笑して言った。あの時といい。 今度といい。岡崎は珍しい、お国ぶりの土地だな。おかげでこっちは、存分に真相が試せる。何十人でも来い。約束したぞ。ひたっと、孫次郎を見上げながら言うと、行きの助は、大股に去っていった。岩の向こうで、七重が青ざめた顔を引きつらせたまま、身動きもできるように、 立ちすくんでいた。七枝殿。孫次郎は静かに歩み寄った。今の話をお聞きですね。はい。お父上には固く内密にしておいてください。いずれにしても一度は避けられぬ巡り合わせです。お分かりくださるでしょうね。 はい。必ず、ご多言無用ですよ。七重は、食い入るように、孫次郎の目を見つめながらうなずいた。その二。しかし、日が暮れてから間もなく、孫次郎は、身支度をして、水の家を忍び出た。 証言には内密と言ったが、七重の気持ちでは、おそらく、話さずにはいないだろう。もし話せば、証言は、止めるに違いない。それでは、武士の約束が保護になる。そう思ったので、先手を打って、家を出たのだ。大勢を相手に、見事、打ち勝つことができるか、ぶんつたなく、切り死にをするか。 たとえ勝ったとしても、今度こそ、岡崎には、おられなくなる。七の殿とも、生涯もあえまい一度は、妻になるはずの人であった。二十八年の今日まで、白紙のままでいた、孫次郎の心に、初めて、鮮やかな、美しい姿を刻みつけた人だ。いつかは自分の妻として、共に、 故郷へ帰る日もあろう。そう考えていたことも、今は帰らぬ夢となった。はかない。つかの間の夢だった。酔いのうちに城下を出た彼は、道を訪ねながら北へ向かって、夜の十時には鹿島村というところに着いた。そこから川井坂までは十丁足らずだという。そこで、 一軒の農家に頼んで眠り、翌朝、まだ暗いうちに支度をして出た。霧の深い朝であった。坂にかかって、つま先登りの岩道を登っていくこと四五兆余りにして左手、大地のように開けている広い草原が見えた。そしてそこには濃い霧を通して明らかに、 人の立っている姿が見える。来ている。直次郎は、足を止めた。そして背負ってきた両脳をそこへ解き捨て、手早く身支度をすると、槍の鞘を払って、静かに草原の中へと進んでいった。気は、澄んでいる。脈も平静だ。十分に戦えるぞ。 全身に満ちてくる闘志を心よく感じながら、十歩、二十歩と進むうち、霧に隔てられた相手の姿が、はっきりとしてきた。杉村、息の助であった。そして他には、何人の姿もない。孫次郎はしかし、油断なく、あたりに目を配りながら。杉村、待たせたようだな。 声をかけた。き之助は、にやっと、例の不適な笑い方をしながら。何、まだ六つにはならぬ。宵いのうちにいなくなったから、もしやと思ったが、よく来た。支度はそれでいいか門人どもはどうした拙者一人だ。それは約束が違うぞ。気考だけでは、沖の殿の復讐という目目が立つまい。 俺にだって、意志はある。行きの助は、大剣を抜いていった。気候は、名前を、俺から取った。何名前どらわせ者が、生涯にただ一人の妻と思っていた人だ。それを気候が来て横から取った。その恨みだ。来い。そうか。そうだったのか。 孫次郎は頷いた。それでこんな騒ぎを持ち起こしたのだな。よし。相手になってやる。思う存分切ってこい。いざ息の助は、さっと、二三軒飛びし去った。孫次郎は、真相を中断につけた。霧が渦を巻いて流れる。朝は、次第に、その光を広げ、 草に宿った霧粒はまるで水晶を砕いて巻いたようだ。息の助は青眼の剣をずっと上段へすり上げた。できる。素晴らしい。マ次ジロは舌を巻いた。同時に全身を揺すられるような戦気を感じて思わず一歩出る。その刹那に意外にも息の助は。待て、参った。 まいった、と、叫びながら、大剣を下ろした。そして、急に右手の杉子たちの中へ、派生いったと思うと、さらに意外なことには、七重の手を引いて戻ってきた。七重、旅支度をしている七重である。残念ながら、拙者の敵ではない。しかし、杉村。何も言うな。七重を連れて、この場から立ち退いてくれ。 昨日気候は玄爺門を大馬鹿者だと言ったろう。負けたらかつ修行をすればよい。武術は生涯が修行だと。あの言葉で俺は気候に惚れたのだ。くだらん連中と争わせたくなくなったんだ。今の勝負は鮮月な話だが、七重の夫たるにたるかどうか試すつもりだったのだ。しかし、 逆にこっちがそこをさらした。さこれだけ話せば納得がいったろう。七重を連れて立ち抜いてくれ。けれど、言どのは、ちゃんと承知だ。二三年経ったら、改めて藩へ迎えるからと伝言もある。七恵殿。孫次郎は振り返って言った。会は山国です。何もない。 寂しい土地です。拙者と一緒においてになりますか。七重はすがりつくように大きく見開いた目で孫次郎を見上げながら頷いた。孫次郎は彼女の丸い小さな肩が激しい感動のために震えるのを見た。それは彼の心へ直ちに伝わる波動のように思えた。 聞こわ。と、孫次郎は笑いながら、行きの助に行った。いつも人の後ろから、ふまで跳躍するようなことをするぞ。その代わり、貧乏くじも引く。明るい笑い声が、杉小立ちに反響した。坂道の峠にかかる方から、霧は次第に晴れていた。